はい。お、うん、あ、重いこれ。重いですね。もうずしっと肩にきますね。はい。最初に思ってたよりも重い感じです。子育て支援っていう意味ではいろんなことを考えたし思ったことあるんですけれども、この妊婦さんの時にどう過ごせるかということが極めて重要で、子育ての第一歩っていうのはもう妊娠中だという意識になりました。子供を産む、そして家事をする女性の大変さが実感できましたので、もっともっと優しくしなきゃなというふうに思います。自分はね、経験してないからわからなかったんですけど、まあ妻がこうやって何ヶ月もですねこの状態でやったのかと思うと、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいになりました。男性が育児をしやすい環境づくりに取り組みます。ダンディーな男性がいっぱい鹿児島にぜひ来てください。家族と笑顔を共有しています。失敗を恐れずチャレンジしよう。男性が家庭を大切にする、またそれを楽しむことをバックアップしていきたいと思います。家庭や地域、仕事で頑張る人たちを全力で応援します。家事というのは工夫次第でとても楽しく面白いものです。頑張るパパをしっかり応援します。宮崎ダンディーしっかり盛り上げていきます。ご当地ダンディーが打ち破っていきます。